異世界居酒屋、ノブは、蝉川夏成による日本のライトノベル。イラストは、天が担当している。小説投稿サイト、小説家になろうにて2012年10月より連載が始まり、宝島社より2014年9月から、刊行されている。また、2016年8月より、過失修正を経て、新規エピソードが追加された、文庫本が刊行されている。 第2回エリシェオンライトノベルコンテスト受賞作。2021年2月時点でシリーズ累計発行部数は400万部を突破している。中世ヨーロッパ風の異世界にある帝国のことアイテリアで営業している居酒屋の部。大将として店を開業した矢沢信之と成行で彼に同行して店を手伝うことになった前下忍の二人が京都にある。 シャッター通りと言われるほど錆びれた商店街の一角でオープンしたはずの店。しかしなぜか店の表口は異世界の空いている屋と繋がっていた。それから、ノブの店内で、また時には、店外で様々な事件や出来事が今日も起きていく。ある日、上税えぶけ負い人のゲイアロートが下調べのためにノブに来店する。その時たまたま外出していた。 大将に代わり接客するしのぶだが、手の込んだ料理は出すことができずにいた。自分のまかないようにとパスタを茹で始めたしのぶだが、ゲーアノートがそれを注文する。子供の頃食べたパスタを懐かしく思い出したゲーアノートは、改心して無理な調整を止め、以来、ノブの常連となる。後に、ゲーアノートは、ノブの営業に、様々な手助けをしてくれるようになった。 帝国新王に嫁ぐ予定のヒルデガルドが叔父のヨハングスタフに連れられて来店する。わがままに育ったヒルデガルドの臭くなくて、辛くなくて、酸っぱくなくて、苦くなくて、硬くなくて、パンでも芋でも、お粥でも卵でもシチューでもない美味しいものという注文を受けて、ノブはあんかけ湯豆腐をはじめとするコース料理でもてなし満足してもらうことができた。 後日この時のあんかけ湯豆腐がオートで話題となり、信の評判を上げるきっかけとなる。店の前を通りかかった貧しい少女エーファは、厨房の蛇口を見て、綺麗な水を出す魔法の道具だと勘違いし、それを盗もうと店に忍び込む。それを見つけた忍は、事情を聞いて、エーファを皿洗いとして、店で雇うことにする。こうして、異世界で、一人目の、 ノブの従業員が誕生した。エーファは、その後、稲荷神社の神の使いを追いかけて、一度こちらの世界に迷い込んでしまったことがある。常連客の一人、エ兵ヘー隊の中隊長、ベルトホルトは、トラブルから新婚であるにもかかわらず、用意した住まいへ入居することができなくなってしまう。自分が不在となる日中の神父の居場所として、ノブに妻、ヘルミーナを雇うよう依頼し、 二人目の従業員が誕生する。異世界では、うなぎは人気のある魚ではなかった。たくさん取れるが引き取り手がなく安かったうなぎを、ノブでかば焼きにして提供したところ、異世界でも大人気となる。それをきっかけとして、互いに反目していた三つの水運ギルドが手を結び、ことの運営面でも力を合わせるようになる。後には、複数のギルドが協力して、新鮮なタコを、 北方から輸入したり、新たな水路を開発するまでとなる。物語開始時は、大将としのぶの二人で切り盛りしていたこともあり、ノブの営業時間は夜のみであった。後に、うなぎのかば焼きが流行り出すと、客の混雑を抑えるため、エーファがノブで働くようになっていたこともあって、昼食の時間帯も営業することとなった。それでも点て,てこまいになった時には、 ヘルミーナの発案で昼食時のみ、うなぎ弁当を販売するようになる。ことの有力者バッケスホーフは、ノブで提供している生ビールが、異世界では違法とされているラガーであることを見抜きそれを、責めた。しかし、ゲアノートをはじめとする、ノブの常連たちが、店のために尽力し、バッケスホーフの企てを失敗させることができた。後日、北方産業法との会議のためにことに赴いた。 選定も、ノブに来店し生ビールを飲むが、それが金星のラガーとは異なるものだと認めた上で、ラガーに関する直例を取り下げた。なお、選定はこの時の、ノブでのもてなしを参考に、北方産業法との会議をも成功させることができた。開店前の仕込みをしていた、ノブの裏口へ、雪綱つなの板長が訪れる。出された料理を一口食べた板長は、 大将に良い迷いがあると告げた。さらに自分の味を求めて揺れている信行に守る針という言葉を送っていた蝶は帰った。自分の悩みの方向性が間違っていないことを確信した大将は、この客にもっと受け入れられるように自分の味の追求を続けることを決意する。この貴族ブランターの男爵が、食の吟友詩人クロービンケルを伴って、ノブに来店する。 あんかけ湯豆腐がヒルデガルドのよまいごとなどではなく実在する料理であったことに衝撃を受けたクロービンケルだが彼も大将の料理の迷いを見破った。最も自信のある料理というクロービンケルの注文に大将は料理人の技量が最も現れるという出汁巻き卵を出した。そしてクロービンケルはそれを口にして魔法だと絶賛するのだった。 ノブの常連で開店前から店に入り浸るようになったアルヌは実は古藤も領地とするサクヌセンブルク公爵家の直機投手であった単調な領主の仕事を投げ出して銀遊詩人になろうとしたがクロー・ビンケルから才能がない上にやるべきことから逃げていると指摘される大将がノブで使う出汁を客に出せるようになるまでに14年かかったという話を聞いて 自分の不甲斐なさに気づき、家徳を継ぐことを決意する。この頃から、常連客が開店前から来店し、なし崩し的に昼間から店を開けることとなった。常連の一人で永兵だったハンスは、自身の経験から料理人になる決心をし、対象に弟子入りを認められる。こうして、人手に余裕ができた、ノブでは、しだし弁当も販売することにした。酒に関しては、 ゴフをめぐる奇妙な縁から四人目の従業員となった、リオンティーヌの発案で、ウイスキーやハイボールも扱うことになった。物語の異世界は、中世の欧州に類似した、地理的に帝国はドイツ、東王国はフランス、西王国はイタリア、連合王国はイギリスとした大陸を舞台にしており、帝国北部の内陸地に位置すること、相手エリアの外れのバテイアド通りに、 は存在するまた、月は大きな夕月と小さなメス月の総月が存在する。他にも帝国の西側に大広告が存在するほか、アニメ版では帝国西部に修道院寮も存在する。識字率はあまり高くなく、田舎などの辺境に至っては文字を理解してない人がいるほど、大抵はことなどの都市部の境界や、 教育施設が読み書きを教えている。アイテリアは帝国直轄領であるため、貴族ではなく、ギルドマスターや有権者などによる資産次会により外は運営されている。また、かつて、ベリフラウ川を用いた海との水上交易路が存在していたが、北方産業法との内政問題により、河川の治安が悪化し、流通が困難になったことと、 輸送に時間がかかることで鮮度の問題もありながらく、海産物の流通は途絶えていた。後に、選定コンラートと北方産業法との会議により北方分断の危機は回避され、河川の治安も沈静化したのもあり、ロンバウトと提携を結んだ、資産次会により水上交易路復活計画が実施された。物語開始時の 主な物産品は、ジャガイモと豚肉、そしてボルガンガをはじめとするカワウオくらいで、うなぎに至っては大量に生息しているものの、調理法がご粗末だ、ため、不人気だったが、ノブが調理法を広めたことにより、うなぎの価値が一変し、後に、ことの名産品になった。毎年春には、大市が開催され、ノブが開店する前の年までは、北方産業法との問題もあり、 さほどににわうほどのものではなかったが、北方三業法との内政問題の収束に加え、ノブでのアルヌのサクヌスセンブルク公爵即位前、お披露目式に、先帝陛下をはじめ、周辺諸国の貴族や王族、豪商なども訪れてかつてないほどの大盛況を迎え、さらに次の年も、水上交易路復活計画が宣言されたのもあり、大盛況を迎える。特に、ノブの存在は、 周辺諸国でも有名となり、臨時宿泊施設にと城壁外に天幕を張るほどで、ノブを訪れるコンラート5世を含む王族や貴族に、至っては、仮想気分で姿勢のものに変装し、公務での羽目を外して大騒ぎするまでの盛り上がりを見せる。言語は、大陸全土にわたり、日本語の共通言語であるが、文字に関しては、両世界で全く異なっている。忍は、 ことでの生活を続けているうちにある程度は理解し、後に日替わり定食などの張り紙は自分で書けるようになった。貨幣は金貨と銀貨の2種類の硬貨で国ごとに発行する硬貨の種類は違いど貨幣価値は一緒。銀貨に至っては涙く型や有効型など多種多様で忍ぶはノブでの売り上げを現実世界の古物商で換金することで現金化している。 京都のとあるシャッター通り商店街の隅にある店は賃貸で、1階が店舗、2階に大将の居住スペースがある。大家は近くに住んでいるらしいが、交流はない。大将と忍は、普段は裏口から出入りをしている。シャッター通りにある表からも入ることはできるが、そこから再び外に出ると、アイテリアになってしまう。基本的に従業員以外のこちらの世界の人間は、 なぜか、裏口から店に入ることができない。表から入ったお客はいないため、その際に何が起きるかは不明。伊勢海側では、店は、ことアいてリアのが家、バテイヤド通りにあり、外装は、シャッター通りにある店舗そのままで、木造漆喰塗りの壁が見える。入り口はすりガラスの入った引き戸でのれんがかけられており、看板には当初、居酒屋のぶと、日本語のみで書かれていたが、 後に日本語と異世界語の2カ国語に書き換えられた。周囲の家が石造りなので、異彩を放って浮いて見えるようで、初めて訪れる客であっても、バテイヤド通りを目指してくれば迷う描写がない。エーファをはじめとする従業員やお客など異世界の人々は表からのみで入りする。従業員には裏口には近寄らないように、対象から申し渡してある。異世界の人間であるエーファは、 一度だけ裏口から、こちらの世界に出てしまったが、稲荷神社の神の使いがそのことをイレギュラーな出来事だと言っていることから、通常は出られないようになっているものと思われる。2018年4月より、バンダイチャンネル他にて、アニメバラエティによるコンプレックス番組、異世界居酒屋ことアイテリアの居酒屋の部として配信中。グルナビが初めてアニメの制作委員会に参加しており、 本編は約10分でアニメで唯一なぞりテロップを導入していてアニメ本編終了後は実写によるミニコーナーの部としてなぎらけんによるなぎらけんののぶいざかやを探してと木島ま太による木島ま太の創作の部料理も交互に合わせて配信される実写パートのナレーターは一流才さだとも同年10月よりテレビ放送中 一回の放送で2話を放送。基本的な構成は Web 版と同様。2019年4月以降、書き仕様でリリース予定。なおセルソフト版の本編映像は Web 配信、テレビ放送時に加えられていたタイトルロゴ表示は除かれる。2020年5月16日から7月17日まで土曜未明にワウワウプライムで全10回にわたって放送された。 監督、脚本は品川博士、主演は大谷良平。放送回数は10回だが、最終回以外は1回の放送で2つのエピソードが語られるため、取り上げられたエピソード数は18作となる。エピソードの順番が原作とは異なり、アニメ同様原作とは異なる筋立てや設定となる、エピソードもある。ドラマは、バッケス抱負による、 ラガー騒動の解決が最終回となる。作中に用いられている BGM は、作中の土地柄に合わせ、主にケルト音楽を原曲に、現代風にアレンジした曲が多い。2020年12月23日には、全10話を DVD3 枚に収録した DVD ボックスが発売された。発売、販売元は、吉本ミュージック。 異世界居酒屋ことアイテリアの居酒屋の部に関するカテゴリー。ありがとうございます。